どうなるかちょっと悲しみですカラオケも実に国際的になったもんでございます、はい、果たしてどういうことになりますか。それでは参りましょう。外人によるカラオケ演歌特集、まずは5人の外人の方々の登場です。どうぞ。エントリーナンバー1番の方からご紹介いたしましょう。インド代表です。カナダから参られました。まずはルーキーマタクさん、そして2番目がインドのマヤ・タゴールさん。エントリーナンバー3番アメリカのポール・ハッキンスとデビッド・エマニュエル。4番目も同じくアメリカのエミー・バルクさん。そして最後がフィリピンのリザ・ボーティスタさんでございます。神岡さん、はい、ちょっと国際色豊かで、なんとなくカラオケオリンピックという気がしません。もう世界音楽祭という感じでございますがね。さあ果たして誰と誰がチャンピオン大会に勝ち残ることができますか、はい、ではまずエントリーナンバー1番、はるばるカナダのお越しのルーキーマタクさんから歌っていただきましょう。今日の曲はちなみに現地のお金で換算してお届けをいたします。好きでお酒を飲むわけじゃない、一人が辛いやるせない、どうぞお店が終わるまで一人で一人置いといて、カナダドルで3ドル50セント日本円に換算して670円の歌、涙声ルーキーマタクさん、マリフレドーさん。でございます。男性2人組ポール・ハッキンスとデビッド・イマニュエルの2人が、どんな花でも一度は咲いて夢を見てから散るのです。よろしくお願いお願いね。この世の全ての大谷さん、4ドル15セント850円、 SOS。デビッドね、はい、こっちがポール、まあ、USA の恥ずらしい、やってくれた、大阪弁でやろうってアイデアはどっちのアイデア、まあ、わしのアイデア、面白かったわ、ね、でも何年ぐらいなのかさ、日本に来てから、まあ、年バレるから、バレるそんなこと言うけど、大阪さんどうでした、今の、いや、まあね、歌に関しては天の付けはないんですけど、ね、まあ、みんな楽しませてくれたということ、そう、それから勇敢にも煙じゃらの足を見せてくれたということね。いろいろと冬の時にあのマイスが向こうの足にかかる、面白かった、はいはいはい、素晴らしいエンターテイナーぶりでした。あちらでお待ちくださいませ。さあ続いてエントリーナンバー4番、こちらもアメリカ代表でございますよ、はい、エミー・バルクさんの歌をお届けいたしましょう。私が家を建てたならあなた住んでくれます、あなたの呼び声を聞こえてきます、私あなたに娘です。0ドル4ドル820円の歌、あなた。
なた結構でした。すごいボリュームですってね。だからあの、はい、すごいもう軽くたんでしょ。軽く、この肺活量がね。もう池田先生どうでした。はい、あの下足らずのね、ちょっと下足らずのところなんかの小坂愛子さんと本当にそっくりの感じでね、あの、うん、どうでした。え、いや、みおちゃんどうでした。うん、よかったです。14歳です。そうなんですね。14歳でこれですからね。恥ずかしい。もうこの年になったらそれはもう、はい、あちらの方でお待ちくださいませ。第4位エントリーナンバー5番でございます。フィリピンのリザーボーティスタさんの歌と参りましょう。たった一度の幸せも儚く消えるこの秋、こんな女の私でも夢に見るのよあの人。26ペソ20センタも日本円で720円の歌、星の流れ。誰と誰がチャンピオン大会に進みますか。非常に興味の持たれるところでございますが、審査員の先生方の得点の方もかなり難航しているようでございます。そこでこの間を利用しまして、門川博さんの歌をお届けいたしましょう。どうぞ。カナダのルーキーマタキさんの涙声、点数をどうぞ。1.670円の歌は14000トンで70円。インドのマヤタゴールさんの北の宿から点数をどうぞ。これは20点。760円の歌は15200円です。3番ポールとデビットの SOS の点数どうぞ。18点。850円の歌16300円。そして4番、アメリカのエミバルさんの新たな点数をどうぞ。820円の歌は18040円。最後はフィリピンのリザ・ボーティストさんの星の流れに点数をどうぞ。26,820円の歌18720円。したがってエリバルクさんとリザ・ボーティストさん、お二人がチャンピオン大会に決まりました。金川さんから記念のメダルをお受け取りください。おめでとうございました。はい、お二人にはですね、そのメダルの他に素晴らしい副賞がございます。副賞の方ご覧くださいませ。ご家庭で手軽にカラオケが楽しめる8トラックポータブルプレイヤーナショナルカラオケ大賞と、それから残り3人の方には万年賞といたしまして、パイプマークのトライクロスから鮮やかな色とスタイルに定評のあるスポーツセットをお持ち帰りいただきます。というわけで審査員の池田先生、総評を一言お願いします。今日はですね、もうリザさんがもう全くの独走という感じでしたね。他の4人の方は本当に拍手したんですけどね、はい、というわけでございました、おめでとうございました。それではありがとうございました。チャンピオンが優勝するとフィリピン旅行でございます。はい。